バイク屋の休日でございます。ただ水曜日はね、バイク屋の休日っていう台なんです。他は日曜ね、一応休日ないとおかしいんじゃないと思われるでしょ。なんかおかしいんじゃない、まあ、もしかしたら本当は働いてないんだけど、こうなんかやってんじゃないのとかね、3日で全部取っちゃって残りサボってんじゃないかとかね、で適当に上げてんじゃないかとかいろいろ思われたらね、校長ということで、ちょっとですね、スポークにサビがあるね。で、スポークがちょっと都合上ね、入手できないということで、はい、ちょっと1台用立てしまして、入れ替えという感じでございます。はい、ちょっとね、まあいろいろあるんです、予備車ですかね。予備車みたいな感じですね。はい、結局そういうことになっちゃいますね。で、ちょっとね、これを、予備車なんてね、あれなんですけど、ホイールごと入れ替えちゃえばね、新車と新車入れ替えるんだから、それだったらまあ、で、納車整備の都合上、やっぱり、じゃあそっちをじゃああれすればいいんじゃないのという感もあるんですけど、登録とかね、うん、その兼ね合いが、やっぱりちょっと、そうするとほら、遅くなっちゃうとか、なんとかね、またそこから納車整備しなきゃいけないとか、まあ、いろんな兼ね合いがありますので、ちょっとね、はい、ホイールの入れ替えをやらせていただくということでございます。はい、ということでね、ちょっとお待ちいただいてね、お客様には一応了解をいただいてですね、ちょっとね、よっ、で、これちょっとこういう感じで、ね、ちょっとぶら下げて、で、まあ、最終的にはスポーク張り替えるんですけど、うん、ほら、こういう、わかんない、ちょっとパッと見は、モニターじゃわかんないですかね、カメラから、こちらね。こういうとこね、こことかこことか、あとここもそうですか、あとここもそうですね、あとね、こことかこことかこことか結構なんかサビみたいになっちゃってるんですよ。もちろんこれなんかでこう磨いてあれすれば、でもこれ一応ほら なんていうんですか、こういうの何メッキっていうんですかね、ね、だから磨いちゃうと研磨剤入ったやつね、そうすると錆びる原因になっちゃうじゃないですか。大丈夫なんですかね、あんまりね、こう磨くっていうのはやっぱほら後がちょっとね、うん、研磨剤が入ってないようなやつ、また磨くやつあるんで、でもやっぱりこう、あとはね、嫌い。だから、これ交換。ね。これは交換します。はい、それ、これごと交換が早い。うん、やっぱりね、こういうのはね、パッパッパッと作業をするっていうことでね。はい。ちょっとね、こう入れ替えてきました。大丈夫。これは大丈夫。うん。全く、やっぱほら、ね、揺られて南米って、ね、高温多湿の中でやっぱりほらずっと運ばれてね、で向こうでもう開墾されるわけじゃなくて、ずっとそのままね、置きっぱなしでしょ、少なくとも1年以上置き、まあ、2年近く置きっぱなしだったんじゃないですかね、2018年製造ってことを考えればね、うん、そうするとやっぱり高温多湿っていうのもあるでしょうしね、うん、多少なりともやっぱりこういろんなね、今のところにちょっとこう、あとほらやっぱり波かぶるとか、これコンテナ、あれは開墾って水の中に侵入しない作りになってるんですかね。でも絶対ではないんでしょ。あとこう揺れるしね。そうすると、こう、外枠が外側のなんかこう、薄暗いペラペラの板なんですよ、鉄のね。それがこう、なんかでね、あれしたり。で、こう、少しこう、端の方になんか接触したりね。うん、そういうのもあったりするんで、うん。いわゆる、もう傷一つない綺麗なもうピカピカの状態っていうあれじゃないんですよ。うん。それはね、はい。まあ、ご了承いただくしかないですね。はい。だから、そういった意味ですごく気になるっていう場合はですね、そういうお客さんの場合は、やっぱり実車をご確認いただいて、ある店にね、そして、こと細かくチェックして、納得いて、うん、これならいいっていうことで、ご納得いたして、購入いただくのがいいのかなと。やっぱそう思いますね。うん。やっぱり、うちとしても、まあこれ毎回ね、必ず小傷等ある場合がありますね。うん。で、やっぱほら、傷があるっていうと、すごく気になる方いらっしゃるじゃないですか。あっ、ね。そんなひどい傷があるのかなって。そういうわけじゃないんですけど、やっぱり言っとかないと、変だね。うん。で、中には、あ、こんなの全然っていう方もいらっしゃるんですよ。やっぱりそう言っていただける方もいらっしゃるんですよ。どうせほら、乗ったらすごい傷出ちゃいますし、なんてね。そう言っていただける方なら全然いいんですけど、やっぱりね、うん。まあそういう方と、だけじゃないので、そのあたりでね、うん、どうなのかなっていう。あとまだこれは日本のメーカーのやつで、
そのまだ梱包から梱包された状態で運ばれて、また梱包解いてるっていうだけだからまだいいんですよ。こういうのはいいんですけど、あのインドネシアとかの、いわゆる店頭に在庫してあってそれを買ってくるっていうね、そういう車両ですよ問題は、はい、そういう車両の場合は、非常に難しい。特にあのあちらの方はやっぱりこう扱いがね、ちょっと日本とはやっぱ違うみたいなんですよ。で、いわゆるこう新車をね、例えば下が土のね、そういうドロドロになっちゃうようなところに置いとかないでしょ。日本だったらそういう置き方しないですよね。そういう保管はしないと思うんですよ。でも向こうだと当たり、それが当たり前みたいなんですよ。もう下が土っていうね、で雨よく降るし、そういうところにもう置いとくのがある意味普通みたいなねところがあるらしいですよ。聞いた話です。違うかもしれない、本当は違ったりして、ね、だから、まあ、そういうところを考えると、ね、そういうところに鑑みるとですね、やはりですね、ある程度しゃあないのかなと、そういうのね、はい、だからね、これ IBS さんで組み立ててますけど、塗ってるんですよ、グリスね。グリス塗りますよね、普通ね。組み立ててるからね。で、どうして組み立てるかっていうのは、どういう状態になってるのかっていうのは、うちの動画を見てくださいね。こんな状態なんですって、こういう状態で来るんですっていうような動画をね、うちであのアップしてますからね。そう。何回か買ってるんですよ。で、自分のとこで、梱包ばらしてね、やらせていただいてますので、ぜひそれを見ていただいて、あ、こんな風になってるんだ。そういうことをね、見ていただけると、いろいろとご納得いただけるところもあるのかなと思ったりいたしますが、いかがでしょうか。はい、ね、あ、いいですよね、あの動画ね。あの昔のだからひどいで、今よりもひどいですけど、今よりひどいって変だけどね。今のもひどいですけど、まあ、当時もひどいんですけど、まあ、でもほら、あの、あ、こういう風になってるんだなっていうことであればね、見るのに、ね、あ、そうかってわかるんで。他でもどっか やられてます？あんまりないですよね、あれもね。そう、ないからやってるんですよ。ね、ソックスさんとかやればいいのにね。ね。だってしょっちゅうやってるでしょ、ソックスさんは。ね。そう。靴下さんね。はい、靴下さんでもこの車両はやってないか。ね、でも他の車両でやってるんだから、ね、やればいいのにね。そういうところやると、ほら、よりね、買う方が、あ、こうなってるんだってね、でちゃんとやってるんだってね、こと細かく手入れてくれてるんだなって。そしたら納得するじゃないですか、お客様はね。やっぱりあったらいいですよね。でも意外とさ、やっぱりいろいろね、こう言われますけど、なんだかんだ言ってね、でもね、業界のね、そういう、大手さんっていうのはね、やっぱちゃんとやってますよ。もう気持ち入れる方がいいな。これぐらいかな。穴の位置的にね、ここでね、混ぜ合わせます。そしたらもうこれはね、これで OK ですから、これやればもう他はやってありますから、明日ね、お渡しできますね。気持ちあれか、調整した方がいいか。これぐらいかな。こっち上げてもいいのか。で、ここはここで締めるでしょ。で、ここは止めると。どういうあれでっていうね、ね、いいじゃないですか。
で基本的にほら整備工場って立ち入り禁止なんですよ、うん、いわゆる認証工場だったらもう絶対ダメ、あの部外者は立ち入り禁止で、なぜかというと立ち入らせたら多分罰則あるんじゃないですかね、あの経営者側、その工場側にね、整備所認証とかにあるかもしれないです、下手するとね。で要は何がそれによって部外者が怪我したとかね、そうなった時に非常な営業停止が来るんじゃないですか多分、うん、そうだから立ち入り禁止になっちゃうんですよ、うん、だからほら窓越しで見られるようにとかね、でもそう作業風景見たいなっていう方もいらっしゃるんで、ガラス越しになってたりとか、車なんかも全体も分けちゃってるじゃないですかね、ディーラーとか行ったらそうですよね、だから行こうものなら、あ、すいません、ちょっと こちらはあの立ち入り禁止なんで申し訳ないですが、ちょっとそちらでお待ちいただけますかみたいなね、なると思いますよ。うん、やっぱりね、本当は見せたいんですよ。ね、あ、こういうふうにやってるんですってね、そういう作業を本当はお見せしたいんだけれども、でもね、ちょっと見せられないっていうね、そういうのだから、こうしてね、映像で撮るわけですよ。うちのね、だからあんまりこうほら、ここはね、ここはほら認証工事じゃないから。そういう罰則、いわゆる行政処分来ないでしょ。でも怪我したら誰の責任なんですかね。自己責任ですね。いや知らないぞ。だって勝手に来て入ってない。私それやられたら嫌ですもんね。参ったな。まあ整備工場ね、いろいろありますけど、はい。あとはここの調整をして、でこれちょっともうすぐ緩めるから緩められるこっちを。で基本的にいろんなとこ調整できますから、ね、ご自身で乗りながら調整していただけるっていうね、そういうことです、はい。勝手に調整自動で調整される乗り物じゃないのでね、これがね、よいしょ、はい、とりあえずですね、全部ねやりましたね、はい。でな、あ、ナンバーね、そう、今日ちょっとあの用事があって、外出てたので、ナンバー来てたんですけど、持って帰られちゃいました、ヤマトさんね、はい、黒猫さんね、はい、なんで、うん、ちょっと電話して今日夜持ってきてもらおうかなって感じですね、はい。そう、電話しなきゃ、電話しなきゃ、はい、 OK、 完成でございます。で、ちょこちょこね、こうやらせていただいて、はい。で、こう戻す。はい。そんな感じでございます。で、とりあえず、まあ、いつも通りの内容ですかね。はい。このレバー外してね、でこうあのベルハンマーってピボットのところにね、でちょっとくるくる回すことによってね、ベルハンマーがこうつけますから、それによってほらスムーズにね、あと減りも悪減らなくなるんじゃないですか、うん、あの抵抗減るんでね、一気にね、はい。で、ベルハンマーグリスで、ね、塗ってレバーで戻してます。であとケーブル類は、潤滑剤を入れてね、スムーズに動くように、これ定期的にやっていただければね、いいのかなって、思いますけどね。はい。あと、まあ、透過類つけるのは、まあ、当たり前になっちゃうんですけど、うん。あと、まあ、これちょっとフロントホイールも外したんで、もう一回拭いて塗り直してますけど、アクセルシャフト前後と、あと、このスイングアームのね、このピボットのシャフトにもグリスを、塗ってございます。はい。まあ、あと、まあ、この調整っていうのもね、まあ、あるんですけど、裏、レディーズ側のね、はい。そういうのはもちろんやらせていただいて、ございます。あと、ツーストなので、オイルポンプのね、このマークとこの位置の調整、はい、やらせていただいてございます。あと、エア抜きですね。初回、やっぱりエア抜きした方がいいですね。エア抜きも、はい、やらせていただいてございます。はい。その他は、まあ、キャブレターね、これ分解清掃、はい。いつも通りやってございます。あと、細かいところでですね、この配線の通し方ですね。はい。レギュレーターの、ヘッドライトの、多分これレギュレーターだと思うんですけど、そのレギュレーターにの配線がこう張っちゃってるんですよね。っていうね、だからそれだとちょっ
っぱ切れちゃうね、振動ずっと乗ってるとね。なんでこう通し方をちょっと変えてちょっと緩くこうねいけるようにこれをやってございます。はい、まあ、細かいとこそんなね、とこですけどね。はい、まあその他あとまあちょっとね、うん、よく緩、あとこのゴムね、ここのゴムにあのグリップボンドで止めてますね。はい、これで落ちちゃうんですよ、これね、走ってるとね。はい、そういうところとか、うん、まああとこうネジ類ちょっとね増し締めしたり、うん、そんな感じですね。はい、ですのでまあいつも通りのあれでございます。はい、あとはちょっと見て、あとミッションオイルですね、ミッションオイルは交換してございます。はい、そんなところですね。はい、でミッションのボルトはワッシャーをちょっとねアルミのに交換させていただいてございます。はい、ちょっとあれ鉄のやつはね外すのがすごい大変なので、はい、さやっぱり簡単に外れるようにした方がいいんじゃないかということで毎回ね交換しております。はい、そんなところですか。ね、あとはねちょっとグリップまだ外してない、グリップ外して一回抜いて、ベルハンマーグリスかなんかちょっと刺して、あそこのとこ確か何も塗ってなかったと思うので、あでも油刺してるかな、 IBS さんで組み立ててるのでそこで刺してる可能性ありますけどね。塗装も何もしてないんですよね、ちょうどね、そこのグリップの部分はね、この部分はなんでちょっと一回外して、うん、それやりたいなと思います。はい、ネジね、こういうところのネジとかね結構ね緩んでるやつですよ、ここ緩んでる、これでもね締めてるんでね、これは組み立ててますから、ここの部分はね、だから IBS さんでこれ組み立ててるんで、ね、はい、緩いってことはないと思うんですけどね。あとこれがねちょっとね若干緩かったりしますよね。うん、あとねミラーとか取り付けはまあ当然ですけど、こんな感じで、はい、TS ジャッジをやらせて、いただきます。はい、次回はいつになるんですかね。5月の下旬から6月の上旬に入荷の予定ということでございます。はい、ですので、ご注文いただいているお客様はですねもうしばらくお待ちた、ね、楽しみに待っていただければと思います。入荷次第ね、順番に、はい、作業をやらせていただきますので、はい、初めから終わりまで全部動画を、まあ、基本的には撮るようにしてるんですけど、やっぱどうしてもただのだだ長い動画になってしまうので、ちょっとね、ただあのほらご自身のバイクっていう意味ではね、あのあこんなことやってんだなっていうふうに、まあ、見ていただければねやっぱりいいかなと思うので、まあ、他の人にとってはなんかなんだなんだな、ただなんかやってる動画だね、つまんねえなって思うかもしれないんですけど、まあ、毎回こんなことやってますということでね、はい、そんな感じでございます。はい、特にねあのここ先あの USB とかつけてないので、ね、オプション的なものはつけてないですから、ね、はい、やらせていただきます。はい、ということで、西日がだいぶ反射して、何人ひとしさんの看板に反射してこっちに光がって感じでございます。